ホーム東田語の浦駅は、静岡県富士市中柏原神殿にある、東海旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は、CA06。東海道本線の運行形態の詳細は、東海道線を参照。富士市の元吉原地区にある駅。富士市の南東部に位置し、駅の約 1km 東を、富士市と沼津市の境界線が通っている。 田子の浦の東にあることから東田子の浦駅と名付けられた。当駅は地元の西岸により1949年9月に開設された。駅施設は周辺住民の勤労奉仕で建設され、砂利、セメントの運搬や駅舎の建設などは住民の手で行われた。開設当初は日本国有鉄道の運営であったが、1987年4月の 国鉄分割民営化により、JR 東海に運営事業者が移っている。また、当駅は業務委託駅に分類されており、駅業務は東海交通事業の係員が担当しているが、夜間は係員が配置されない無人駅となる。なお、管理駅である富士駅が当駅を管理している。313系電車の車内案内表示装置では、 通常は、次はと表示される、自駅案内が、駅名が長すぎて表示しきれないため、次東田五の裏と表示される、2面3線のホームを有する地上駅である。駅構内の南側に、単式ホーム1面1線、北側に島式ホーム1面2線が配置されている。単式ホームの北側が1番線、島式ホームの南側が2番線。 島式ホームの北側が3番線である。旅客列車は、下り列車が、下り本線である1番線を使用し、上り列車が上り、本線である3番線を使用する。2番線は対比線で、定期列車では、ホームライナー浜松3号の対比をする18時40分発、静岡一家が使用する唯一の運用である。富士駅、沼津駅からの回送列車も2番線に入線する。 東京からの団体列車を沼津駅などで客扱いを終えた後ここに改装して沼津方面に折り返している。駅舎は一番線の南側に接して設置されている。リニューアル済みの木造駅舎であり、外壁には富士山の絵が描かれている。駅舎内部には JR 全線切符売り場や自動券売機、待合室があり、改札口には 扉が省略された簡易型の自動改札機が導入されている。駅舎がある1番線ホームと、そこから離れた2番線、3番線ホームは、湖線橋で連絡している。静岡県東計年間によると、2019年度の1日平均乗車人員は1329人で、ある。近年の推移は、以下の通りである。駅前には、東田後野浦駅の開業を記念する。 大きな石踏みが建てられている。南へ300メートルほど行くと海に突き当たる。注釈出展。ありがとうございます。